皆さんこんにちは、ドクター芹沢です。ゴジラバトルラインの第一シーズンがもうじき終わりますね。僕はなんとかね、最初のシーズンを最高ランクのキングオブモンスターズで終えることができそうです。それにあたって今回はですね、一体どのくらいのレベルがあればキングオブモンスターズに到達できるのかっていうのを少しだけお話ししたいかなと思います。皆さん日々ね、上のランクを目指して頑張ってらっしゃると思うんですけども、あくまでこれは僕の一例です。他の戦略を取っている人には当てはまらないかもしれないですけど、最低限これぐらいあれば最高ランクまでは到達できるよっていうのは話せると思いますので、今メインで使っているデッキはこんな感じなんですけども、このレベルになってもですね、 B2 でゴリ押すことってできないんですよ。キングオブモンスターのランクになると B2 の性能だけではゴリ押せないので、どういう風に B2 の行く道を整えて、どういう風に相手の攻撃を誘って戦力を集中させるのかっていうのが重要になっていますね。相手も歴戦の勇士ですんで、こっちが B2 を飛ばしてくると即座にメカゴジラだったりデストロイヤー妖体だったりが飛んできますんでね。たまにメガギラスなんてのもいますけれども、メガギラスを育てられると結構ね、痛いですね。 B2 持ちとしてはバッチリ育てられたメガギラスの装甲も硬いですからね、なかなかデストロイヤー妖体の迎撃だけでは落とせなかったりします。加えて相手も B2 を持ってたりとかすると、こっちの B2 が落とされてカウンターで飛ばしてきたりとかしますからね。なかなか不用意な発進は命取り、それこそワンミスが命取りのランクになってきます。相手怪獣の進路を予測して、任せられる敵はリーダーに任せて、いかにこっちの勝ち筋を用意していくかっていうのがこのランキングでの大きな要になってきますね。もちろん高レベルのユニットがあればそれだけで戦況をひっくり返せるってことは否定はしませんけども、そこまで高レベルのユニットを育ててらっしゃる人も少数派だと思います。この動画を見てらっしゃる方にとってはね、僕もそうですけども、あまりね、課金して湯水のように資源を投入できるわけじゃないので、限られた資源をどこに割り振っていくかっていうのも無課金税ないし微課金税の重要な選択になってきます。
参考までに初期装備の状態でキングオブモンスターズに上がろうとすればどのくらいのレベルがいるのかっていうのをちょっとお見せしたいんですけども、こちら、まあ、ほとんど使ってないデッキではありますけども、このレベルでもね十分キングオブモンスターズでは勝利できます。意外とですね、この初期装備考えられていて、十分な成長と適切な配置があれば全然戦えちゃうんですよね、どのランク帯だったとしても。あとは皆さんそれぞれの好みがありますから、なかなか初期装備だけで戦っていってる人は少ないかもしれないですけども、少なくとも今の段階でキングオブモンスターズ最高ランクに上がろうとすればこれだけのレベルは、必要かなと思いますね。まあ、ゴジラはリーダーで動かないので今レベル15ですけど、12、3でもまあいけるかもしれないですね。ちょうど次のメンテナンスでカマキラスとデストロイヤとアンギラスの火力に調整が入るみたいなんで、この構成だけでは来月は戦えなくなることもありますし、場合によっては別の怪獣がね有効になってくるかもしれません。なので僕は今のうちからトークンを集めてね、集めるだけ集めておいて次なる戦いに備えているところではあるんですけども、どんな状況になったとしても対応できるだけのね土壌を作っておきたいなと思いますね。皆さんの戦略の一助になれば幸いです。それではまた次のシーズンでお会いしましょう。